桜蔭中学校、高等学校は、東京都文京区本郷1丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高校からの入学者を募集していない、完全中高一貫校。中学入試では、女子学院中学校、双葉中学校とともに、女子御三家と言われている。1924年、東京女子高等師範学校の同窓会、桜影会により設立。国立女子高等教育校の卒業生の力で、設立としては国内で初であり、女子にも価値を高めるべく、礼と学びの心を創立の精神として、桜蔭会の寄付と手で設立された中等教育校である。東京女子高等師範学校の伝統を受け継ぎ、学問を尊ぶ姿勢は、初代校長、後閑菊乃の言葉、学べや学べ、やよ学べにも現れている。初代校長、後閑菊乃は、桜蔭会より選出、後閑は、昭和天皇の皇后、光順皇后の教育係も務めていた。中学、高校で、礼法の授業がある。聡明で思いやりのある、多方面で活躍できる女性の育成を目指している。大学合格実績は、全国の女子校の中でトップクラスであり、毎年多くの学生が東京大学をはじめとした首都圏の難関大学へ合格している。1994年、初めて東大合格者数の高校ベスト10以内に入り、2021年現在まで連続している。また、医学部などいわゆる理系学部への合格者が多いのも特徴である。桜蔭学園は1924年、関東大震災の翌年に創設された。現校地には東京女子高等師範学校桜蔭会の寄宿舎が建っていたが、大震災によって焼け野原となった。当時桜蔭会の会員はわずか2800人であったが、その直後に桜蔭会は教諭である会員に全国から寄付を呼びかけ、女子教育の理想を実現し、社会に恩返しをしようと本校が設立された。当時はまだ女性の地位が低く、あるのは、師範学校、裁縫学校、実学や語学教育ばかりで、大学への道は開かれていなかった。そのような中で、本格的に女子に高等教育の門戸を広げたいと考え設立された。設立当時は、職業訓練を主とした実務学校としての性格が強かったという。女性の手による女性のための学校とし、初代校長は、桜蔭会会員による選挙で選ばれた。初代校長、後閑菊乃は、校訓、勤勉、恩が、聡明であれなど、現在の素地を作り上げた。東京女子高等師範学校は、設立から日本の女子教育界をリードしてきた高等教育校であり、その中等教育校である桜蔭は、開学時から非常に優秀な教師を集めることができた。現在でも教員にはお茶の水女子大学出身が多く、男性教員は数名程度である。ベテラン教員が多い。その結果、大学や病院の多い文京区に住む医師や教員など、高学歴層の子女が最高の教育を受けられる場として桜蔭に送り込まれた。日本人の手で作られた女子進学校である。東京大学や国公立大学医学部などの難関大学に全国レベルの合格、進学実績を出している。約四半世紀にわたり、東京大学合格者数で全国トップ10にランクインしている。創立時より、礼と学びを見学の精神とし、華美に走ることなく、高い品性と学識を磨くことを一貫して実践する女子中等教育を行っている。近年新校舎が竣工したが、創立時より所在する本館も大切に使い続けられている。制服は開校当初から現在まで変わらず、丸襟の白ブラウスに、紺色のブレザーとジャンパースカートで、紺色の腰紐を特徴としている。卒業生は研究、教育、芸術、医療、放送、ボランティアなど多方面で活躍している。制服は丸襟の白ブラウスに、紺色のブレザーとジャンパースカートで、腰には紺色の腰紐を締める。夏は半袖ブラウスに、スカートは素材が薄くなり、色もやや薄くなる。ジャンパースカートのみの着用の際には左胸に校章をつける。冬はスカートの上に学校指定のオインという赤い刺繍入りのセーターやブレザーを着る。ブレザー着用の場合はブレザーの左胸にあるポケットに校章をつける。衣替え時期の規定はなく、夏冬の制服の組み合わせであれば自由。様々な正式な式典の際には正装として、校章のついたブレザーの着用と黒長靴下を履くことが義務付けられている。校章は桜の模様で、桜の中に旧字で桜影と書かれている。大小2種類がある。小さい方は襟章で、冬用コートまたはレインコートの襟につける。1学年5クラス。クラス替えは毎年行う。中3から高3は担任団を結成して持ち上がっていく。成績順位は出さない。高2から文系、理系に分かれる。高2から数学と英語は習熟度別授業となる。ただし本人が希望するクラスとなる。ありがとうございます。